の腹を切り裂く宿儺を見て違和感を感じたみんなの反応集。ではどうぞ。宿儺の相手に触れて発動するのって確か蜂じゃなかったっけか。だとしたらここの描写おかしくね。めちゃくちゃ思ったわ。最近芥見自身がこれまでの流れをぐちゃぐちゃにしてる。正直もう何がしたいのかわからん。相手に触れて発動するとかそんな技あったか。自分が覚えてないだけ。貝と蜂しかなかった気がするんだけど、貝は呪力のないものに対して使われる技で、蜂は呪力のあるものに対しての技だよね。相手に触れる云々は関係ない気がする。それ自体が曖昧なんだよな。呪力があるものに対して貝の認識だったし、相手の力量に合わせて蜂が入ると思ってたわ。というか漫画としての設定で大事なんだから、このあたりの設定があやふやなのがまず大問題だと思うんだよな。そもそも領域展開の時に浴びせられるのが呪力があるもあるものに対しては、蜂が呪力がないものには貝がって明記されてる。宿儺巻のお腹にいたどりにあったやつと同じようなことやってるけど、これは貝ってことでいいんだよね。呪力がないものには貝が浴びせられるって言ってるから、その認識で問題ないんだけど、引っかかるんだよな。どうなんだろう。相手の呪力量に応じて斬撃の強さが変わる。蜂だと巻に関しては呪力が一切ないわけだから、そもそも使えない視界でいいのでは。もし仮に呪力がないものに対しての貝であれば、イタドリという呪力があるやつにそれをしてることになるからおかしくね。そもそも呪力があるないに関わらず、別に相手に応じて使い分けてるだけで似たようなことができるってだけだろ。イノタクにも斬撃みたいなの飛ばしてたし、使い方次第ってことなんだと思ってたわ。何もそこに関しては引っかかってない。というか呪いの王とも呼ばれていて、孤高として生きてる宿儺が相手に合わせないと術式が使えないって方がおかしくね。めちゃくちゃ納得したわ。ただそれでも設定として決めたことは曲げてほしくないってのがファンとしての本音。ほんとそうなんだよな。別にイタドリに使ったり他の人間に使うのは何も問題ないんだけど、巻に同じ技を使ってるってのが問題。そもそもみんな忘れてると思うけど、蜂は相手の呪力量や強度に合わせて発動する技だから、巻に使っててもおかしくない。マジでそれなんだよな。なんかみんな呪力量の型に引っ張られてるせいでごちゃごちゃ言ってるけど、ちゃんと強度に応じてって記載されてるのよ。これに関しては忘れてるお前らが悪いだろって感じ。まあそもそも蜘蛛の糸とかいう道路地面の無機物に対しても蜂を使ってたから、なあ、なんかその辺はあやふやなんじゃね。というかもうコンセプトがぐちゃぐちゃで、宿儺を愛しすぎてるせいなのか、最近の話の流れがあまりにもひどすぎる。話の流れがめちゃくちゃなのは確かにそうだけど、別に設定が壊れてるわけではない。話の構成は死ぬほど下手くそだなとは思うけど、イタドリが主人公として始まった物語ですよね。まさかイタドリが宿儺を取り込んだことで主人公の位置まで変わったのかな。これって最初から読者が誤解してただけで、宿儺が主人公だと思うんだ。だとしたらこれまでの話の辻褄が全部合うし、宿儺主人公はほんとそう。だって見てみろよ、前術師の思いを背負って巻と戦ってるこの姿、どっからどう見ても主人公でしかないでしょ。まあ最初はね、こんなひどい作品になるなんて思いもしなかったですよ。まさか半年以上待たせて期待値が死ぬほど高かった巻まで1話退場とは。キャラクターを作るのが芥見先生は本当にうまい。ただその退場のさせ方やいなくなり方があまりにも雑に混じくから、作品の価値が下がってるんだと思う。正直キャラも展開も他のアニメや漫画のオマージュでそこまで褒められたものじゃないけどな。なんか周りが持ち上げてここまで来てしまった感はある。
本当に近々あまりにも内容がひどすぎて打ち切りにになるんじゃないかって心配してる。普通に好きな作品だから読めなくなるのは辛い。今ジャンプも死ぬほど停滞してるからな。さすがに看板作品をここで下ろすってのはしないと思いたいけどね。まあ前例がないわけではないし可能性はありそう。読者からの支持はネットの評価を見ててもかなり下り坂っぽいからシンプルに心配だわ。それこそ前例で言うのであれば、直撃の相馬とかいう暴走して作者が迷走した結果ちゃんと打ち切りになった当時の看板作品があるくらいなので、直撃は本当にひどかった。でも今思ったは何かこの流れ既視感あるなと思ったらそれだしぐや事変までは呪術も神がかってたもん。死滅回遊自体も別に面白くないわけではなかったけど、もっと間を持たせるべきだったと思う。直撃コースはこのまま行けば全然ありえるしね。正直もう打ち切りになってもおかしくないレベルで暴走してるし面白くないんだけど、この作者は何してるん？作者がエタドリを主人公として考えてるんじゃなくてスクナを主人公として考えてるからおかしいのでは？正直こんなのは今に始まったことじゃない。作者が血迷ってるのは本当にそうなんだよな。マジでこのままどうやって終わりまで持っていくのか。終わり方次第では看板作品だし大炎上するぞ。作者が暴走してるのなんて今に始まったことじゃない。五条と宿儺戦の時も手のひら返しすごかったし、どうせこの後展開が良くなれば盛り上がるでしょ。呪術の何が嫌って、こういう展開はそうなんだけど展開がまだ途中なのに、その場その場で民度の低い読者連中が騒ぐことなんだよな。マジで見てられん。だったら見なかったらいいだけの話だと思うけどね。まあアニメがバズってにわかも増えてしまったしリークが増えたから仕方ないとは思うけども、最強の一級術師といえばみたいな五条悟が最強の時と同じくだりじゃん。なんか展開の引き出しもなくなってきたよな。本当にこれで草壁が一級の中で最強だから宿儺を倒すのも草壁とかになってみ、ふざけんなって話だよ。乙骨を出せマジで。なんでここに来て草壁？と思って最後まで見たらなんかもうとんでもないことになってて草。マジで大丈夫かこの漫画。めいめいが術式なしでこれほどやれるのは草壁以来。ってイタドリに言ってたしやっぱ強いのかこのおっさん。草壁が強いってことはいろんな場面で匂わされてたし、解説おじさんになってたから知識も確かなんだろうけど宿儺には勝てんでしょ。この展開は正直予想してなかったからめちゃくちゃおもろい。こっからどうやって折り合いをつけるのかが楽しみだわ。マジで毎週予想外のこと起こるから見てて飽きないな。まあ御三家の特別一級術師入れて直哉とかが入ってくるとまた話別だろうけどね。正直直哉とか大喜利に草壁が勝ててるイメージ湧かないし、御三家の人間はそもそも術式の送電とかでいろいろやってるからな。正直微妙なところ。というか御三家入ってきても話は別って言ってるってことはそこそこやり合えるってことでしょ。化け物すぎません。草壁って術式持ってないの？持ってなくてそれだったらガチで化け物じゃね？簡易領域とか使ってた記憶あるんだけど。簡易領域は領域展開の必中効果から身を守るための弱者のための身を守る術っていう術式が絡んでるものではないから、極論言えばイタドリも使えるよ。草壁の術式は持ってるけど戦闘向きじゃないのかなんなのかはわからんが、とりあえずほぼ持ってないと同等に考えていいんだと思う。 FB とかで出てたらすまん。まあタウサミとかいう新キャラ適当に出して視聴者混乱させてるよ。この作者、本当に無駄な要素足しすぎなんだって。ウサミ？っていう一級術師の話が出てきたけど検索しても画像出てこなかったんだけどこの人は新キャラ？めちゃくちゃ気になるんだけどどんな人なんだ。気にしたら負け。基本的にこういう時に補足程度で登場するキャラクターはその後に出てくることまあないから気にしたら負けだぜ。イタド
ドリ含め他の術師は、自分の中の呪力を回してただしのエネルギーに変換することで反転術式として傷を修復できるけど巻きはできないよな。巻きに関しては体が死ぬほど頑丈ってだけでダメージを負ってもそのダメージを回復する術は反転術式を使える人間に治癒してもらうしかないからな。呪力がそもそも体の中にないから、反転術式を運用するってことがそもそもできないんだよね。術師があまりにも有利すぎるのよ。出た最悪のナレーション、もういいよ。じゃあ乙骨たちが引く何か勝つエンドはないじゃねえか。巻きに一番期待してるってなんやねん。スクナがいつの間にか主人公になっていたというか、これスクナが主人公だと思えば全部辻褄が合うようになってるな。みんな気づいてなかったのか。この漫画はね、スクナが主人公なんだよ。イタドリや五条先生や他の術師が主人公じゃないんだよ。呪いの王は高揚していた。ドヤじゃねえよ。もうさっさと終わらせてくれ。いつからこんなダサくになり下がったんだ。呪いの王は高揚していたが、なぜか壺に入って先まで進めない。どんだけ作者スクナのこと好きやねん。見てられんわ。もう勝手に大盛り上がりし始めてペラペラ語り始めるスクナ、怖すぎる。もう落ち着いてくれ。言ってしまえば、マキとスクナは本当に麻薬の存在だもんな。呪術を極めたものと完全に捨て去ったもの。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。